ただきます。平行なひし形を上下に描きます。上下平行なひし形を直線でつなげます。箱のラベルやデザインを描きます。箱の面に合うように描いていきます。いきなり細かく描かず大まかに描いていきます。何度も修正しながら線を探して描いていきます。文字も絵も箱の面に合うように描きます。細かい文字は字があるのが伝わるように表現します。正確に描けなくても良いです。左側面が一番暗く、右側面が次に暗く、上の面が一番明るくなるように塗り分けます。箱の3面を鉛筆で塗っていきます。箱の面に合わせてハッチング、直線を引く、押していきます。一番暗い面は 2B でハッチングしていきます。上の面を H、2H くらいでハッチングしていきます。左側面が一番暗く、右側面が次に暗く、上の面が一番明るくなるように何度も塗ります。猫の毛の濃い面、瞳はより濃く塗ります。周りのデザインも目立つので目立つよう濃く塗ります。
ちのズレがあれば修正していきます。影と影の重なるところはより濃い影ができます。完成です。チャンネル登録、高評価お願いいたします。